サルモーは、スペイン・カタルーニャ州タラゴナ県にあるムニシピオ、タラグネス郡に属している。2012年の人口は540人。この地の集落は、中世の最重期に形成された。この地についての最古の記録は11世紀で、その中には、この地域において、未だ集落が存在していない時期ではあったが、この地の地勢、地形について研究されている。 集落についての最初の言及は1254年である。第三次カルリスタ戦争期には、集落の周囲で自由主義派とカルリスタ派の間で何度も戦闘が繰り広げられた。1885年には、これらの流行によって大打撃を受け、ブドウ栽培を事実上壊滅させたブドウネアブラムシによって引き起こされた危機が追い打ちをかけ、これらのことは、 サルモを経済的に追い込むこととなった。教区教会はバロック様式建築で、かつてのロマネスク様式の礼拝堂の上に建てられ、サンタマリアに捧げられている。キリストに捧げられた礼拝室が人目を引いている。建物は1708年から1715年にかけて建てられ、床はギリシャ十字型となっている。 内部にはキリストが描かれたバロック様式の祭壇が置かれていたが、スペイン内戦で破壊された。18世紀政作のジャウマ・ポンツムン・ラバーの手による絵画の一部が過労死じて残されている。サルモーでは中世劇ボールデル・サン・クリストが行われ、これは実習政府によって伝統的文化として認められた。5月に行われ、中世の古い伝説を見ることができる。 8月には三老家の祭日が祝われる。サルモーの主要な経済活動は農業でブドウ、オリーブが主に栽培される。ありがとうございます。